にちは、旬ダイアリーメンバーの高橋鈴香です。本日もまた模擬面接の企画になるんですけれども、本日も面接官には原さんと拓磨さんに来ていただきました。原とお願いします。はじめまして、拓磨と言います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日来てくれた宮田さんなんですけれども、最終面接が今あるんです。まあ内定はまだゼロ、はい、まだゼロです。で、はい、次最終、はい、最終が初めての対面面接なんですよね、はい、なのでちょっとここで一回見てほしいということで来ていただきました。で、宮田さん IT 業界ですよね、はい、なので今回 IT 業界の面接ということでお願いできたらなと思います。ではよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ最初に簡単な自己紹介をお願いします。はい、初めまして、立教大学観光学部交流文化学科から参りました宮田由紀と申します。学生時代では観光商品による地域活性化について研究しておりまして、学業外では極真空手道工会の活動で主将を務めておりまして、それ以外では家庭教師のアルバイトをしておりました。昨年立教大学を休学しておりまして、バンクーバーの方に10ヶ月ほど滞在し、語学だけでなくビジネスやホスピタリティについて学んでおりました。本日は貴重な時間をいただきありがとうございます。最後までよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。いろいろと取り組まれてきたと思うんですけど、はい、ご自身が一番力を入れたなっていうことでいくと何になりますか？はい、ありがとうございます。自分が学生時代で最も力を入れたことは極真空手道工会の活動だと思います。私は海外で日本文化を一つ取得して紹介したいという思いから、オリンピック競技で注目を浴びていた空手を始めました。しかし最初は同期が自分以外全員経験者で、未経験からのスタートでしたので、初めはついていくのにすごく時間がかかりました。それでも私は持ち前のポジティブ思考と粘り強さで毎週4回以上通い、また大会の動画や先輩の動画を見返して自己分析し、寮でも毎日1時間以上練習しておりました。その結果、2年生の夏に片試合で初心者で初めて優勝することができ、活動実績から主将に選ばれることができました。私が1年経っても大会の成績が伸びなくても諦めなかったのは、大会で活躍されている先輩の姿だったり、また留学で日本文化を紹介したいという強い思いがあったからこそ得られた結果だと思っております。私はこの粘り強さを生かして、御社ではどんな困難な案件でも本気強く取り組み活躍したいと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。海外に日本文化を発信したいという思いですか？その時は日本文化を、何か一つ特化した日本文化を紹介したら、日本人かっこいい、日本文化かっこいいって思えるのかなと思い、考えて空手を始めました。それは、そういう思いはいつから持ってるんですか？はい、ありがとうございます。海外で発信したいなと思ったきっかけは、中学の頃にアメリカの研修旅行に行った時がきっかけでした。その時に日本の外に初めて出たことで、日本で出会えなかったアメリカ人に出会えたことで、初めて文化交流をすることができましたし、日本の文化をアメリカ人が知ったことで、楽しい、もっと教えてって言われたことがあったんですけれども、その時は中学生だったので、まだ日本文化が自分も浅かった部分があったので、もっと伝えられたらよかったなっていう悔いもありましたので、それをきっかけに日本文化を何かもっと詳しく伝えられる日本人になりたいなという思いから空手を始めようと思いました。へー、なんかそういう風な思いで取り組んでみたこと、多分中学校からいろいろあったと思うんですけど、はい、なんか列挙してもらうことできますか？そうですね、まず高校の頃は華道部に所属しておりまして、フラワーアレンジメントと日本の華道は違うんだよっていうところを教えましたし、また日本のアイドルグループでスノーマンが好きだったので、日本のアイドルグループは K-POP や他の海外のアーティストとどう違うのかっていうのを特徴を踏まえて教えたりして、文化交流を行っていました。なるほどなるほど。でそれで、空手っていうところを大学生活で選ばれたっていうことなんですけど、はい、これはどういう経緯で選ばれたんですか？はい、ありがとうございます。もともと小学校の頃にやりたかったのがあったんですけれども、その友人が空手を習っていて、その技を見せてくれた時のかっこよさに憧れて、自分もやりたいと思っていました。しかしその時にはピアノと塾と英会話、もう3つ以上習い事やっていて時間がなかったので、じゃあ部活か何かの時に始めようという思いが残っていたので、そこから大学のサークルをきっかけに始めました。なるほど。っていう中で部員数というか、そもそもごめんなさい、活動の内容を教えてほしいんですけど。はい、ありがとうございます、はい、私たちが活動している極真空手道工会は少し特殊でして、
早稲田や他の大学と交流して合同で稽古を行っているんですけれども、基本的には週に1回の同好会の活動があるんですけれども、極真空手の習い事の方々と連携して行っているので、同好会の活動以外でも習い事がある曜日であれば他の、 稽古も参加していいよといった形で、基本参加型の活動になります。そこで実はなんですけれども、私が所属していたのは早稲田の方の大学の同好会だったんですけれども、立教大学の同好会がありませんでした。それでも私は同じ大学同士の仲間と活躍したいという思いから、2年生の頃に立教大学同好会を一から一人で立ち上げて、現在は5人部員を集めることができました。そういうことなんですね、はい、なるほど。で、首相になられたのはその立教大学のところの首相という形なんですか？そうですね、少し複雑なんですけれども、はい、もちろん立教大学を立ち上げたので首相は、立教大学の首相は私なんですけれども、うん、それ以外にもその多大や全ての大学が合流する合同の同好会の中でも幹事長を務めていました。うん、なるほど、はい、じゃあその全体の組織のリーダーというか、はい、という形にもなっていた、はい、ね、そうです。なるほど、なるほど、ありがとうございます。だからこういった取り組みをする中でご自身にとってこう一番難しかったことというか、一番高かった壁ってどういったところがありますか？はい、ありがとうございます。と先ほども少し申し上げた通り、一番難しかったのは、仲間との共同の中で活動についていくのが本当に必死でした、うん、やはり他の人が経験者だったので、うん、みんなができて私ができないっていうところに悔しさや負けず嫌いさが芽生えて、うん、その時には絶対にみんなより追いついてやるという気持ちで粘り強く取り組みましたし、うん、また実は優勝した大会が初めての出場ではなくて2回目か3回目の出場だったんですけれども、1回目の大会もたくさん練習したのに上がり症だったっていう理由で大会に負けてしまったのが原因だったので、そこでいやもっと頑張れば上手くなれるとか、あと大会のその本番を想定した練習が必要だと思い、仲間を全員巻き込んで仲間との注目の中で本番を想定した練習をするなどして改善に取り込み、最終的にはそうですね、上達できたのかなと思っております。なんていうか、一番最初にお話しいただいた日本文化を発信するみたいな観点でいくと、はい、そこまでその競争意識持たなくても達成できるのかなとも思ったりするんですけど、はい、なんかここの自分を高めたいみたいな気持ちっていうのはこう持ってたってことなんですかね？はい、ありがとうございます。自分の中では競争したいというよりかは自分がかっこいいんだよっていうのを伝え、うん、相手に影響を与えて、うん、あ、この人かっこいいから私も始めたいって思わせたいなっていうのが自分の中ではありました、うんうん、やはり空手を始めたきっかけもその凛とした姿を見せてくれた友人がきっかけだったので、うん、そのように相手に人に影響を与えることをしたいなっていうのが自分の中ではあったので、うん、そこから型をやってその型のかっこいい姿を披露するのが好きだったのかなって思っております。なるほど。じゃあこの誰かよりも上に行きたいっていう話ではなくて、自らの質を高めて、はい、よりいい形で知ってもらいたいっていう、はい、そのモチベーションだったってことですかね？はい、そうです。おっしゃる通りです。なるほど、なるほど、ありがとうございます。あ、一つだけ聞きたいんですけど、はい、実際空手を一生懸命頑張って文化を伝えるというのが送りだと思うんですけど、そちらの方は達成できたんですか？実はバンクーバーの方にカナダ支部の極真空手をネットで検索して見つけることができまして、うん、その先生と直接アポイントメントを取って日本からやってまいりました極真空手をやっています宮田由紀ですと申しまして、その今の日本についての文化交流だったり、私が日本で学んできた極真空手の型を披露して型を直接指導したりして文化交流を行っていきましたので、それに関しても目標は達成できたのかなと思っております。ありがとうございます。その取り組みって、具体的には 何をしたんですかね？あ、そうですね、はい、例えばその先生がグループに分かれてそのレベルごとに分かれてそのレベルに合った型をそれぞれのグループが練習するんですけれども、うん、私は黄色帯という、まあ、5級くらいのレベルだったので5級のレベルの生徒に型を教えるんですけれども、うん、その型を教えるときにはただ突きをやったり蹴りをするのではなく相手を想定してどんな技なのかをちゃんと理解した上で練習するべきだっていうことを教えて、この技はこういう技なんだよっていうのを少しずつ丁寧に拙い英語で教えていきました。なるほど。なんかご自身が持っていたこう日本文化を伝えるっていうことはできたという実感が
かありますか？そうですね、実は日本で学んだこととバンクーバーで教えられているところが少し違う部分があったので、それを自分で修正したことで、あ、これが正解なんだっていうのをバンクーバーの現地の方々も知ることができたのが自分の中でも嬉しかったです。なるほど。それによってそのバンクーバーの人たちはどういういいことがあるんですか？そうですね、やはり間違った情報を得ていたっていう部分があったので、それを日本に飛び立った時に披露したことで、なんて言うんでしょう、人間関係ではないですけれども失敗とかにつながってしまうのかなっていうのがありました。例えばそのブレスレットとかつけていいとか思っていたんですね、そのバンクーバーの方々が空手の稽古をしている時に。でも日本ではマナーとしてはダメだよっていうのも言われてたので、もし彼らがブレスレットをつけた状態で日本の稽古に参加していたら絶対に先生は激怒するだろうなって思ったのを考えた時に、自分がそれは間違いだよって伝えてよかったなっていうのはありました。正しく伝えることによって理解が深まって、はい、より、まあ、日本文化というのをちゃんと理解してもらえたっていうことが実感としてある。はい、間違いなく伝えられたのかなと思っております。なるほど、なるほど、ありがとうございます。そうですね、あとちょっと、まあ、パーソナルな質問になっちゃうんですけど、はい、楽しいなっていうふうに思うとか前向きだって思う時ってどういう時ですかっていうことなんですけど。はい、ありがとうございます。楽しいなとか前向きに取り組めるなって思ったのは、自分は新しいことを知ったり学んだりするのが好きな人間なので、その知らないことを知った時に得られる快感がすごく達成感とかも得られるので、あ、もっと学びたい、私こんなにできるならもっと習得したいっていう好奇心やその姿勢があるので、抽象的にはなってしまうんですけれども、新しい分野を学んだり、例えば観光地に行って家では知ることができなかった現地の情報を得たりした時に得られる、その知らなかったことを知れたことの快感によりもっと学びたいなとか楽しいなっていうふうにつながるのかなって思います。最後に IT 業界志望動機聞いてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。私は語学力に加えて新たな専門スキルを身につけて日本と海外支社との橋渡しをしたいという思いから本社を志望しております。私は先ほど申しました通り新しいことを始めるのが好きな人間です。そこで幼少期から培ってきた語学力に加えて新たな武器を得てバイリンガル人材が少ない日本という舞台で海外支社との架け橋になりたいなと思っております。で、御社に興味を持ったきっかけは日本経済新聞の IT 人材は2030年に79万人不足するという記事です。私はそこからエンジニアは応募者が増えていると聞いていたんですけれども、その一方で IT サービスが急増している、どの業界でも必要とされているということが分かりましたし、また IT は世界共通言語ですので日本のみならず世界でも求められている人材だというところから、私が求めている新しい専門スキルかつ社会が求めている専門スキルは IT スキルなのではないかというふうに結論に至りました。そして御社はその中でも社員の9割の方が未経験というスタートからでも全員 IT 資格を取得したという実績がありますので、そこから徹底したエンジニアを育成できる環境づくりがされているなという強みがあると思いました。また語学 ×IT を大切にしていますので、海外支社との交流の機会やまた24時間365日ネットワークを運用しているところから時差を気にすることなく世界中の方々との交流もできるというところで、グローバルに活躍したいという私の夢が叶えられる場所なのかなと思いました。私はカナダ留学で培った意思疎通力と適応力で御社のところに働いて日本で必要なバイリンガルエンジニアとなって一人前になり、グローバル社会を舞台に活躍したいと思っております。以上です。ありがとうございます。もう一つだけ聞くんですけれども、はい、IT のこうスキル、エンジニアスキルをつけて、はい、どんなことに成し遂げたいとか、はい、そこまでなくてもどういう価値を提供したいとか、もしイメージあれば、はい、最後に教えてもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。キャリアビジョンという認識で、そういう形でもあります。はい、自分が今考えているのは3年後と5年後があるんですけれども、まず3年後は海外出張ができるバイリンガルエンジニアになりたいと考えております。やはり海外というのは日本の外に出るわけですから、自分しか頼れる存在がない環境下で任せられる人しかできないことだと思っております。そこで御社の業務経験を通して語学力や IT 知識だけでなく環境適応力や課題解決能力を経験資産として自分のものにして海外出張できるようになりたいです。また5年後に関しては IT ×語学 ×また何かをかけて新しい事業を考えていると御社でおっしゃっていましたので、その中で自分は家庭教師の経験を生かして教育をかけてプログラミング教育の事業を立ち上げたいなと考えております。以上です。
ありがとうございます。では以上で面接は終了にしようと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。早速今の面接を聞いて丸バツを出していただけたらなと思います。ではお願いします。せーの。おお、分かれましたね。分かってほしいという願いを込めてのフィードバックしたいと思ってます。はい、で人間面2つと志望動機で1点ありまして、で人間面はまず1つが、印象論とか非言語領域なんですけど、ちょっと余裕がないように見えるかなとまず思ってます。苦しそうにちょっとこうバーって喋るみたいなところが個人的な印象ありました。で、はい、なんでこれが問題かっていうと、個人の考えとしては最終面接ってちょっと違うものだと思ってまして、一時は基本的にネガティブチェック、で二次面接が業界理解業務理解、でも最後はもう早く知れるかみたいな、下手したら一緒に1日8時間いる可能性があるっていう時に、ちょっとコミュニケーションがこう詰まっていると、一緒にいて安心できないみたいなところがあるかなと思いますので、そこのこう余裕というかところを持った方がいいかなと思います。ただ余裕持てっていうのはすごく簡単で、じゃあどうするのって時に、1個思ったのが、抽象的な言葉をあえて使うっていうのは1個いいんじゃないかなと思っていて、お話ししてて思ったのが、多分こうエピソードを伝えようとそれはあんまり、いきなり最初から具体的な細かい話がガーってくるので、喋ってる方もいっぱい言わなきゃってなるし、聞いてる方もこうちょっとなんですかね、力が入るってなるので、なんか例えばこうバンクーバーの話であれば、正しい知識が伝わってなかったんですって言って具体的に言うとっていうだけで一呼吸置くんで、すごいすみませんテクニック論なんですけど、意外と大事なのかなと、宮田さんにとっては大事なのかなと思ったっていうのが1点ですね。で内容面の2点目はポイントが多いなと思ってるんで、人間って学術上3つまでしか同時に覚えられない。入社後の活躍ということを考えた時に、全て出してやろうとしすぎてる